丁一県、丁一県、チョンイル・るグオン。1917年11月21日から1994年1月17日は、大韓民国陸軍の軍人、政治家。創始改名時の日本名は、中島一県。陽名は、はじめ守る。本願は、羅衆丁子。号は、清史文。父に、丁元へ、羅衆丁子、母に、 金福純、金海金氏。1917年11月21日、両親が入職していたロシア園海州ウスリースクで三男に生まれる。二人の兄は、定一県が幼いうちに亡くなっている。父親は、定政ロシア極東軍で通訳を務めていたという。ロシア革命が起こると、父親は解任され、父母の故郷である、日本統治下の朝鮮半島。 環境北道の喜び玄軍に戻ってきた。1924年春、喜び玄普通学校、日本の小学校相当に入学。しかし、普通学校3年の時に、父が行方不明になる。1928年には、父が不定先人であるという理由で農地を没収された。家は貧しく、都満港に渡り、荒地を開墾することになるが、 困難の中も6年間で、喜びげん普通学校を卒業。1930年春、満州国漢字ましロン論賃の栄心中学校に入学。中学の学費は、牛乳配達などで、定位置県自身が捻出した。在学中の1934年5月に、中学校が合併された。この時に出会ったのが、 後の社会運動家の超春香は民主化運動指導者で牧師の高日詩人の引頭中である。1935年、合併先の工業中学校を卒業した。1935年5月、中学校で成績優秀であったことから推薦を受け、法天軍艦学校に入学。1935年6月1日付で、七春第三共同体。 軍学校に通いながらも、たびたび孔明中学校を訪れ、後輩たちに軍人になることを勧めたという。1937年9月、主席卒業、第五期、任意将棋。同期に、金三、慶、後の金城一、韓国陸軍中将、新元春、後の韓国海兵隊中将、外交官など、成績抜群につき、日本の陸軍士官学校に留学し、 兵平十五基卒相当。1940年に陸軍士官学校を卒業すると満州に戻り、任満州国軍少尉。満州軍吉林部隊教官。五憲兵隊。1944年、日本の陸軍大学校にあたる満州国新教の陸軍高等軍事学校。1943年設立に第二期生として入校。 合格者二十五人のうち、唯一の朝鮮人であった。在学中に、太平洋戦争終戦。終戦時は、満州国軍憲兵上場。真島憲兵隊大隊長の日本軍中佐であったと、する主張する説もある。終戦後、悪化した治安に対応し、在満朝鮮人の生命と財産を保護するためとして、いち早く居留民団を組織し、そのうちの一つである、 新疆保安司令部の司令官となった。これには、蔡正彦、光明中学校卒業や近赤藩ら帝の満州人脈が参加し、満州国軍中佐の元姿徳が合流した後、東北地区幸福軍司令部の看板を掲げるなどした。1945年8月18日、ソ連軍が新疆に進出すると、李官林、陸士57期、満州国軍中尉。 西山根省、陸士58期、満州国軍将尉、新疆軍官学校1期、満州国軍上場、アスシピ、新疆軍官学校1期、満州国軍中尉らと合同し、新疆法案司令部は、朝鮮人、兵士400人を集めるに至った。1945年9月、西山根省らを伴い、ソウルに渡り、 建国準備委員会の牧唱官だと接触したが、すぐに帰国した。1945年10月中旬、中華民国総統、小解析の長男で、国民革命軍中将の小渓谷に接触し、武器や予算の支援を受けるようになった。同月、近赤藩に、新疆保安司令部司令官の座を引き渡すと、定一県は KGB に連行された。 KGB は武器を返却させ、新疆保安司令部を解散させると、定位置県に、モスクワで6ヶ月の再教育を受けた上で、北朝鮮での軍の設立に取り組むよう要求した。しかし、留学直前の試験で不合格となり、さらに、ソ連軍を誹謗した事実が発覚したことから、悪質分子して、シベリアに送られることになった。同年12月中旬、シベリア行きの列車から脱走。 平壌に渡り、満州国軍艦学校時代の後輩である白禅を訪ね数日滞在した後、白禅の弟の白木と共に越南した。1946年1月15日付にて、軍事英語学校卒、軍番5番、任隊員。直ちに南朝鮮国防警備隊にてソウルと、軽機動を担当する、第1連隊の b 中隊長。 1946年5月、第四連隊長。1947年1月、陸士校長。1947年9月、南朝鮮国防警備隊総参謀長。1948年8月、作戦参謀副長。1949年2月、陸軍巡賞。1949年3月1日、千里山地区戦闘司令部司令官。 南楼島パルチザン討伐に従事。朝鮮戦争勃発時は、アメリカ各地を視察中であったが、命令により帰国している、途上のハワイにて、返事の方を聞く。直ちに帰国し、首都陥落の責任を問われて解任された蔡平徳の後を継ぎ1950年月30日に、大韓民国陸軍参謀総長に就任、任少将。 1950年7月より三軍総司令官、大韓民国陸海空軍を葬式した。1951年6月、国民防衛軍事件とい、小事件の監督責任から参謀総長を辞任。1951年、中上昇進と同時にアメリカ陸軍式幕僚大学に留学。終了後、帰国した。1五十二年七月、 第2師団長。1952年11月、アメリカ第9軍団副軍団長。1953年2月、第2軍団長。朝鮮戦争休戦後の1954年2月、任大将、再度陸軍参謀総長。1956年6月、合同参謀会議議長。1957年、予備役編入。 1957年6月、中トルコ大使。1959年、中フランス大使。1960年、中アメリカ大使。その後は、政治家として、外務部長官、第11代13代や、国務総理、第9代、第3共和国を歴任。国務総理時代には、サッカリン密輸事件について、国会で質問していた、キンカン、韓国独立党による、 会を仏党的事件に見舞われている1970年、与党民主共和党常任顧問。1971年7月から民主共和党の国会議員を連続3期、第8代第9代10代務め、1973年から1979年の第9代国会では議長を務めた。1991年3月、リンパがん治療のために、 アメリカのハワイ州にて療養。1992年に民主自由党常任顧問に任命。1992年の第14代韓国大統領選では金ヨンサムを支持して遊説を行った。1993年に低人宿の子供が低一県に対する親子確認訴訟をソウル地方裁判所に提訴。しかし持病悪化により病気治療失告し、 1994年1月にハワイ州ストラウブ病院に入院。1月17日死亡した。遺体は飛行機で帰国し、1月22日午前、国会議事堂前で告別式が行われ、ソウル市内の国立墓地に埋葬された。なお、同じ中学校に通っていて、1994年1月18日に死亡した文役館、文育ファンボクと、 その生き方の違いが大きく報道された。運営機関は民主活動家としてたびたび投獄され、獄中生活は7回11年に及んだ。韓国で高級料亭の従業員である、低人宿が交通事故を装った事故によって暗殺されたとされる疑惑である。1970年3月17日夜11時頃、ソウル朝裏区の道路で発生した。 交通事故を装った殺人だった疑われる。丁は当時出産した子供の父親である大韓民国の総理大臣だった丁一県と葛藤関係にあった。そのため新民党はこの事件の背後に政府交換の関与疑惑を提起したがうやむやになった。満州国軍将校の経歴により2008年に民族問題研究所で 新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者の軍の部門に記載され2009年に新日反民族行為真相究明委員会の選定し新日反民族行為者リストに記載された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。